アイテム番号 SCP-177JP オブジェクトクラスユークリッド特別収容プロトコル SCP-177JP はサイト8141内の大型格納庫に常時収容されます。収容室内には日に一度食塩 20g と水 500m を部屋の各すべてに設置してください。 SCP-177JP の活動中に収容室に近づいてはいけません。もしも SCP-177JP に追いかけられた場合、追い抜かれないように注意して走り続けてください。説明。 SCP-177JP は黒いゴム質の肌を持つヒューマノイドです。活動停止中は室内で座り込み無害ですが、時折時速10〜20km毎時程度の速さで室内を周回し、また付近に人間がいる場合は、その人物を対象として背後から走り寄り抜き去ろうとします。活動中の SCP-177JP に後ろから追い越された場合、対象は幻覚状態に陥ると考えられ、死亡するまで室内を周回し続けます。詳細は不明ですが、犠牲者の発言から、誰もいない、暗い、外に出た、誰かいる、といった状況が推測されます。詳しくは実験記録、177を参照してください。SCP-177JP は食事を必要とするようで、室内に食塩と水が設置されていない場合は活動時間が飛躍的に伸びます。また速度もその時間に応じて早まる傾向にあるため、その身体能力の限界が不明な以上、食塩と水の設置は必要な手順と考えられています。時々、SCP-177JP はドアの前で立っていることがあります。ドアから呼吸音が聞こえたのなら、即座に退出し収容責任者へ報告してください。通常のパターンから外れた行動は必ず記録されます。実験記録、177-01、実験日時19、年07月13日、被験者 D-1164、25歳男性、元ランナー、財団式精神テストで総合精神強度85点、強行、被験者には、現在わかっている SCP-177JP の異常性を簡単に説明し、冷静に対処すれば解決できると理解させている。目的 SCP-177JP の持つ異常性の、より詳しい把握、及び、可能ならばその影響下からの脱出。研究職員は、被験者に装着させた小型マイクからの音声による解析を行う。結果1200、SCP-177JP の影響下に入る。対象は、突然暗くなった。皆どこに消えた、と発言するも、事前に異常性について把握していることから比較的冷静。客観的な音声解析では、SCP-177JP と共に周回をし続けていると判断。その距離は徐々に離され、1215時点で被験者が2周遅れとなる。被験者は1232頃から、コンビニ、いや自販機、と発言し、それらを探す素振りを見せている。この時点で研究職員が壁越しに呼びかけても反応を示さず、被験者は翌日18時11分まで走り続け、疲労により死亡した。SCP-177JP はその直後、不活性状態に入る。やはり、収容当時の一般人犠牲者が繰り返していた発言と類似する。主観的な体験は、客観的な体験と食い違いがあるようだ。ドクター・オーバー。実験記録、177-02、実験日時19、年08月15日、被験者 D-1988、31歳男性、元体育教師、財団式精神テストで総合精神強度83点、強行、実験1と同様に異常性の説明を行う。また被験者には小型マイクを2つ2リットル入り清涼飲料水1本、携帯食5本を渡す。小型マイクは1つを音声記録用に、もう1つを研究職員との交流用として使用する。目的実験1と同様、
今回は、途中休憩を挟みつつ主観的体験についての情報取得も目標とする。結果12時2分。SCP-177-JP の影響下に入る。対象は、突然暗くなった。通信も切れた。と発言。通信機に故障はなく。この時点で互いの交流は達成できなくなった。12時46分。被験者は最初の休憩。その場に座り、飲料水と携帯食を補給し、味に不満を述べる。SCP-177-JP は被験者に構わず活動しているようで、背後で走る音が聞こえる。SCP-177-JP が再度接近したとき、被験者は突然動き、誰だ、と警戒をし始める。その後再び走り始め、時折、来るな、お前は誰だ、と繰り返し大声で威嚇している。主観的体験に生じた異変についてそれ以上詳しい情報は取得できず、翌日10時9分に転倒し、以降硬直状態に陥っている。SCP-177-JP も同時に不活性状態に入る。実験記録には、被験者が死亡していない唯一の事例です。現在、被験者は回復せず、通信は無駄と判明。次からは被験者自身に、常に事故の状況を述べてもらうようにしよう。ドクターオーバー、活動中の SCP-177-JP 自体を邪魔してみる。というのも良いかもしれませんね。我々に D クラスの割り当ては少ない。小梅自責研究員。実験記録、177-03、実験日時19、年9月11日、被験者 D-3026、26歳女性、元軍人、財団式精神テストで総合精神強度96点、非常に強硬。説明、装備については実験記録 1.02 と同様、今回は懐中電灯も所持し、また被験者には常に自分の見ている状況について説明するように指導している。目的実験記録1と同様。今回は SCP-177-JP の足止めも試みるため、事前に収容室内へ足止め用装置を2種類取り付けた。足止め装置、01。SCP-177-JP の両足に取り付けた鉄製の足かせ。足止め装置、02。収容室東側の床に設置した遠隔操作式の電動ハードル。動作させるまでは2の段差となるが、上部の通行は十分可能である。結果12分分。SCP-177-JP の影響下に入る。被験者は走りながら、マイクに向かって話しかける。D-3026。暗くなったわ。周囲に誰もいない。あと、ここさっきの部屋じゃないわ。どこかはわからない。このまま走るわよ。被験者は走り続け。そのまま15時26分まで休憩なく走り続ける。その間の特異な報告はなし。D-3026。周囲の状況について、もしかしたら、屋外に出たかもしれない。自信はないけれど、補給を終え、懐中電灯を取り出し、電源を入れる。正常に点灯。あれ、明かりがつかないわよ。これ、ねえ、通信も切れてる。D-3026。誰もいないし。寒い。私。本当はあの狭い部屋をぐるぐる回っているのよね。本当よね。収容室の壁に手を触れる。本当に。ここ室内。ねえ、本当に聞こえないの？ねえ、SCP-177-JP が接近する。足止め装置。01は後の確認ですでに外れており、意味をなしていない。被験者の隣を SCP-177-JP が通り過ぎる。D-3026。何？空白。待って。待てってばこんなの聞いてない。悲鳴、被験者が走り出す。後ろで荷物が落ちる音がする。SCP-177-JP が再度接近する音が聞こえる。D-3026。何？何か来た。何あれ？不明瞭。ねえ、本当にここ。呼吸音。部屋の中なんでしょう？足止め装置。02を作動させる。しかし SCP-177-JP の音は装置に関係なくその場を通り過ぎ。
被験者に近づく。被験者はそのまま走り続け、19時40分まで経過する。B、3026、暗いし、寒いし、人いないし、最悪、もう、泣き声、振り向く音。B、3026、く、罵倒、出てきなさい。誰、そんなに追いかけ回すのが楽しい。ふざけんじゃない。私が、罵倒、削除済み、してやるからな。クソ、見てろ、この、罵倒、やろ、物音、な、何、中断、何か飛んでる。な、いや、いやあ、なんこれ、いやいやいや、近づかないでやめて、違う、私じゃない。私じゃない。ごめん、ごめんなさい。助けて、ねえ、誰か、何でもするから、他にならず、付き合うから、お願い、いやだ、ああ、絶叫。中断、南米、中断、午後、中断、海、中断、あった、透けて、途絶、転倒する音。SCP-177JP の走る音が徐々に弱まり、やがて不活性状態に入る。被験者はこの後終了が確認された。被験者を検視した結果、肺に海水が入っていることが判明した。足止め装置の助けも虚しい。次回の実験は、より強力かつ積極的な防衛に出たい。ドクターオーバー。編集済みセキュリティクリアランスが合いません。